か。こんにちは。はい。さあ、坂本おじさん。はい。まあ、今回ジャイアンツで、キャンプで坂本選手。久しぶりに会ったなあ。あれ以来ですか ？YouTube で2020年のキャンプでは。会ってないか。あの頃からコロナ。コロナ禍に入ってしまったので。まあそうだな。そしたら直接会うのは久しぶりだったな。そうですよね。3年ぶりぐらいになりますよね。そうだね。うん、どうでしたか。どうでした。はい。いろいろこう言われるよな。それについては、まあ、頑張らなきゃいけないですねっていうふうには言ってたけど、はい、だからまあ必死にあの取り戻そうとはしてるよね。確かに飛ばなくなってるっていうことは自分も感じてるし、はい、その瞬発系を鍛えてもなかなかまだ身になってないというか、戻ってきてないっていうことは本人も言ってたけどね、はい、うん、あと例えばその阿部コーチだったりとか、はい、大久保コーチからプレッシャーというか、はい、そのレギュラーの確定はないよって言われている、はい、やっぱ厳しいことをやっぱ直接言われている。まあ人間って老いていくんだけどさ、はい、坂本はまだまだできると思うしね、老いてもないと思うんだよ。ただやっぱ年齢的に飛距離が落ちたりだとか、うん、スピードが落ちたりだとかすることは否めないよね、はい、まあ、だけどそれを補うだけの技術があったりだとか、うん、あのそういうことは感じるよ、はい、俺もね同じような年に須藤豊さんっつって、はい、まあ、ジャイアンツから来られた当時太陽の監督だったんだけども、言われたもんケチョンケチョンに、まあ、そう見えるのか、それとももう一度立て直そうとして俺をね、あえてそういう言葉を使いながら叱咤激励をしてたのか、うん、まあ、今になって思うとやっぱ叱咤激励してくれてて、それでやっぱいい成績も収めることができたしね、守備機会の日本記録もその時に多分作ってると思うんだけども、はい、周りは厳しいことを言いつつ、はい、早がってこい来いって、もう一度坂本勇人の位置まで来いって、まだ衰えんなっていうようなね、まあ、知った激励かなっていうふうには思うけどね。そうなんですね、うん、で具体的な数字でいうと、記事で出ていたのが例えばチームスタッフによると、うん、昨シーズンの坂本選手の打球速度っていうのが、はい、やっぱ150キロ台まで低下で、現在は160キロくらいで1軍レベル、悪くはないけれどもまだまだ上げてほしいっていうのがやっぱそのスタッフだったりコーチ陣のまず一つの要望、うん、プラス坂本選手がジレンマを戦っているっていうのが、打率を求めるのか長打力を求めるのかっていうところで、大久保コーチの談話っていうか話なんですけど、坂本選手は20発打とうとするとやっぱ打率が2割5分になってしまう、どっちがいいんでしょうかっていう、そのホームランを狙って率を落とすのか、それともホームランよりもちょっと下がっても率を上げてそこを求められてるのか、坂本選手もやっぱりどこを自分に求められてるのか。だからそれはね、あまり決めない方がいいよ、うん、俺はそう思うよ。坂本が3割打ったら20本打ってる、両方金備わる選手だよ。それは可能なんだ。だって狙わなくても、今まであんまり狙ってないと思うんだよ。40発打った時っていうのは、うん、まあ、狙ってる可能性もある打席はたくさんあったと思うけども、はい、これからは3割常に打っていこうと思えば、彼の力だったら20発は打ってるよ、うん、打つから心配しなくても、うん、ただここって言った時ってあると思うんだよね、選手はね、言わなきゃいけない時期、うん、これが最後の通達っていう時があると思うんだよ、うん、それが今だっていうふうに考えた方がいい。ここをやったら、うん、あと40までできるよとか、うん、そういう時期ってあるんだよね、はい、ここ頑張ったらあと1、2年できるとかさ、うん、ここ頑張らなかったらあと2年で終わるとか、うん、まあそういうこう境目にいることは確かだと思うんだよ。そうですよね、うん、だけど坂本の技術だとかそういうものがあれば任しといてやればいいと思うよ、はい、ただやっぱ首脳陣としたら、やっぱ坂本勇人をこのまま消えていかすことはできないと思うと、やっぱり言っちゃうよね。その首脳陣は坂本選手にこれからどういうふうなイメージを持つんですか。そことの多分坂本選手ってすごいギャップを感じてると思うんですけど。いや、まあ普通にやっときゃ普通の数字が残ってくるよと俺は思うんだよ。そりゃね、森内ね、お前がショート12年も13年もやってたら大変な作業だから、それだけで、それだけでボロボロになるよ体が、うん、でもまだ立っていられる坂本がいるじゃない、はい、これはすごいことなんだよ本当は、うん、俺がショート2年やっただけでヘトヘトだから、あーシーズン終わったら、はい、いやそのぐらいやっぱりね疲れるもんなんだよ、うん、ショートって、
でもそこで坂本にホームラン打てとか、はい、多分首脳陣だったら言っちゃうだろうね。うんうん、そっち側だったら、うん、もうお前まだ吹き込むなって尻叩くかも分かんないけど、やっぱ俺外の人間だから坂本に対して言えないよ、はい、まだいけるまだいけるなんて、うん、お前よく十何年間もショート守り続けたなと思うのが、それもほとんど休むことなく、はい、俺はすごいと思うよ。休憩始まって以来のショートの選手だよ、はい、うんうん、と俺は思うんだけどね、はい、実際チームで任したぞって言われてバッティング、ね、デーブみたいに任したぞって言われたら、あとお前不協力なんでもっと振れって言うかもわからないしね、うん、だからやっぱ立場が変わるとさ、やっぱこう伝え方も違うし考え方も変わってくるし、だから新之助も分かってるよ、うん、キャッチャーであれだけホームラン打って首痛めて打てなくなってって、はい、あるよ、坂本も同じような現象起きてると思うよ、はい、どっかしらやっぱね歪みは来てるって体に、うん、それは分かりながらもやっぱりもう一度やってほしいっていう気持ちが強いだけに、うん、俺は厳しい言葉になって言ってるんだと思うよ。坂本選手今回のキャンプでどんな練習を重点的にしてますか？うん、いやだからそれはコーチが望むようにね、うん、やっぱホームランも打ち、うん、打率も残しみたいな、なんか瞬発系のね練習を盛んに繰り返してたけど、まだまだやっぱ体に伝わってくる瞬発系みたいなのがまだこうしっくりこないっていう、うん、まあ例えば練習も、はい、そういうウエイトも、うん、まあ、やってきているにもかかわらず、まあ自主トレとかもね含めてまだ戻ってないという、これが戻った時にまた新しい坂本勇人がね見れると。で原監督に聞いたら、はい、坂本勇人のコンバートを考えてますかっていうふうに聞いたら、それは考えてないと。ショートなんだ、うん、やっぱりショートは坂本勇人って言ってた。じゃあ、まあ、本当にショートで終わるっていうことを原監督が思ってるってことですか？可能性はあるよね。いやだから他のポジションに移すんであればさ、やっぱりこうホームランが出ない選手っていうのはやっぱジャイアンツの野球っていうのはやっぱりホームランの野球も一つだから、うん、はい、ショートより楽なポジションに行くんだったらもっと打ってくれなきゃ困るっていうね、よくは考えてるんじゃないの、うん、そうですね、だから坂本勇人はショートで何本打てるかが勝ちなんだみたいなね、まあそういうところに行ってるよね。そうですよね、うん、坂本選手の後ろに控えている今若手選手がすごくこう勢いよく出てきてる途中なので、うん、例えば門脇選手だったりとかもそうですし、あのね、どうなんですか？いや確かに勢いはあるし、うん、いい選手だよ、うん、魅力がある、うん、でもね隼人と比べちゃいけないよ。まあそうですよ、ね、もう失礼だよ。彼2000本打ってんだよ、はい、まだあの若さで、うん、で二塁打もあれだけ打ってて、だって中田翔が言ってるじゃん、周りにホームラン打つやつがたくさんいるから、うん、俺はホームランだけじゃなくていいんだっていう、うん、だから坂本勇人に何をも求めるんだっていう、そこです。もし豊さんが首脳陣であれば、はい、坂本選手に今シーズン求めるものは、まあ、具体的な数字でもいいですし、あ具体的な数字だったら、ね、2割8分の20本、だからそれを20本というのは切ってもいいよ別に、はい、2割8分ぐらいをキープしてくれるんであれば、キープしてくれればもう十分ですよ、うん、だってあれだけのショートっていないぞお前、まだナンバーワンだよ、うん、ショートで言えばね、うん、守備とかに関してはやっぱり、あ守備は全然問題ない、あ問題ない、実際見たけど全然動けるし、はい、やっぱハンドリングは健在だし、はい、肩も落ちてないし、うん、というとやっぱりその打つ方でっていうことですよね。だからよくあるんだよね。そうでしょうね、うん、やっぱり輝く金看板、うん、まあ、原監督は坂本をキャプテンからはね、少し楽な位置というか、はい、でもこれは楽じゃなくて、うん、もう一度這い上がってこいみたいな、うん、そういうメッセージ政治もあるんだけどねっていうのを教えてくれたけどさ、うん、もう一度やっぱ這い上がってくる男だよ、俺は信じてるけどね、で這い上がる男って言ったってさ、そんなに悪くないんだよね。いやだからやっぱ良すぎる、要は、ね、目標設定が高いんですよね。それと欲なんだよね、うん、だけどやっぱ坂本勇人っていうのがあれだけの金字塔を立てて、うん、落ちたとしたらやっぱもうなくなるっていうね、うん、いなくなるっていう可能性もあるし、勇人はもうずっとやっぱりやっといてほしい選手だし、はい、やっぱ見ときたい選手だよね。そうですよね、うん、
今年35歳になる年代なので、やっぱりここがちょっと一つちょっと分岐点というか、35ってお前相当だよ。あの野球選手で一般のじゃなくてね、野球選手の35なので、一般の人だって1年間野球やってみろってはできないからね。もちろん無理ですよね。いや本当に、だからまあ休みを少し入れてあげた方がいいと思うけどね、まあ、シーズン中も、はい、だからその時に2番手として誰なのか、うん、門脇なのか広岡なのか、はい、中山ライトなのかっていうね、はい、まあ、いろんなあの選択肢はあるけどもね、うん、でもやっぱり坂本勇人はレギュラーですよ。そうですよね、うん、そうであってこそのやっぱり巨人っていうのもありますし、巨人を引っ張ってきたずっと若い時からっていうのもありますしね、はい、うん、坂本のことについても、はい、まあ、原監督にはあの YouTube で話してもらってるし、はい、まあ、首脳陣の考え方っていうのはそこで分かると思うけどもね、うん、そうですね、うん、だけど原監督ももう一度隼人、うん、お前らしい戻ってこいみたいな、うん、まあ、そんな感じだよね。そうですね、はいはい、突き放すんじゃなくてあったかいっていうふうに思っておいた方がいい。それあの本人はキャンプであって、うん、やっぱり言われてることっていうのは分かるんだよ、ますよね。だから勉強しなきゃいけないと思って言われる子供って反発するでしょ、はい、分かってるよって。まあ今そんな状態だな。今そんな分かってる、分かってる。で焦りもね、あれでしょ、まあ、焦りっていうか、うん、焦りは俺はないと思う。あとは例えば今までは受けてこなかったような、まあ、言葉だったりとか、まあ、今まであの自覚に任せてくれてるとかさ、うんうん、まあ、そういうことがあったとしてももう一度やり直すのに、やっぱりみんなの輪の中に入ってね、はい、まあ、特別枠っていうのがあったじゃない、 A 班、ありましたね、 S 班とかさ、いろいろあったけども、うん、それを取っ払って一線にしたというね、はい、うん、まあ、そのことについてもやっぱりこうもう一度やろうと、うん、チームの中に入ってね、うん、最初からみたいな、まあ、そういうメッセージもあったし、必ず立ち直ってくるよ。そうですね、そこを期待したいですね、やっぱり。そうだね、みんなやっぱ飛距離は落ちてくるよ。年齢とともに、ね、うん、そうですね、そればっかりにこだわらないで、うん、野球って飛距離だけでやるスポーツじゃないし、うん、やっぱ脚力だとか守備力だとか駆け引きだとか、うん、まあ、そういうことは全く衰えてないし、はい、ちょっと飛ばなくなっただけだから大騒ぎすんなよって。そうですね、暖かくね、見守って開幕を、うん、俺はそう見てる。あ、分かりました、はい、頑張ってください。